選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは MF、DF。ドイツ人選手としては珍しいファンタジスタタイプで、その華麗なプレースタイルからブロンダー・エンゲルの異名を持った。特に繊細なボールタッチから繰り出される、性格無比なパスは70年代の西ドイツの名プレーメーカー、ギュンター・ネッツァーが誇った。 センチメーターパスを彷彿とさせると言われていた。1980年の欧州選手権において、20歳でゲームメーカーを務め、西ドイツの優勝に貢献。同年のバロンドールでは、同じ西ドイツのカールハインツルンメニゲに次ぐ2位に、1981年には第3位、1985年にも第3位に選出された。 それ以後は代表でのプレーに興味を示さず事態を繰り返したため、代表出場試合は21試合と少ない。ワールドカップ出場経験がないために、同年代のミシェル・プラティニア、ジーコラと比べ知名度が低いが、彼らと並び称される、1980年代、また現在に至るまで世界を代表するゲームメーカーの一人である。 1971年に SV ハメルシュミーデでサッカーを始める。1978年にブンデスリーガ一部の一 FC ケルニへ入団すると10代でトップデビューを飾った。シュスターは巧みなボールテクニックと戦術眼で人々の注目を集めるようになり、1979年5月には西ドイツ代表に選出された。 ケルンでは1980年の DFB ポカール準優勝をはじめリーグ戦64試合出場10得点を記録した。欧州選手権後の1980年夏にスペインリーガエスパニョーラの FC バルセロナへ移籍。バルセロナには8シーズン在籍し、1986年の UEFA チャンピオンズカップ準優勝に貢献する等の成功を収めたが、 1988年にバルセロナの最大のライバルであるレアルマドリードへ移籍。1988から89、1989から90のリーグ連覇に貢献すると、1990年に同じマドリードを本拠地とするアトレティコマドリードへ移籍。スペイン国内の3つのビッグクラブに所属した選手の一人となった。その後、 1993年に、ドイツに帰国し、バイエル・レバークーゼンに移籍。レバークーゼンでは、それまでの経験を生かしリベロを務め、後方下がり目の位置から、巧みなゲームメイクを担当した。そして1996年に、メキシコのアンアム・プーマスへ移籍。翌1997年を最後に、現役引退した。 1979年5月22日のアイルランド戦で代表デビューを飾る。翌1980年の欧州選手権では若干20歳ながら抜群の活躍を見せ優勝に貢献したが、1982年の FIFA フフワールドカップスペイン大会は怪我の影響やユップでアバルトの確執もあって参加を辞退した。その後、 1984年2月までに21試合に出場したが24歳の若さで代表から退りいた。1984年に監督に就任したフランツ・ベッケンバウアーからは1986年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会の予選本大会と幾度となく代表復帰の要請を受けたがマネージャーを務める妻の要求した金銭面など 条件の折り合いがつかず、辞退することとなった。1994年には、レバークーゼンでの好調なプレーもあって、ベルティフォクツ監督からフ、FIFA フワールドカップ、アメリカ大会出場の要請を受けたが、すでに34歳という年齢もあって、これを辞退した。引退後すぐに指導者の道へ進み、1997年に、SC フォルトゥナ・ケルンの監督に就任した。 ブンデスリーガの1、FC ケルミアウクライナのシャフタールドネツク、リーガエスパニョーラのレバンテを指揮した後、2005年6月20日に、ヘタフェの監督に就任。ヘタフェでは2006から07シーズンのコパデルレー、準決勝で、FC、バルセロナを破り決勝進出に導くと、その手腕が評価された。 2007から08シーズンからは古巣、レアル・マドリードの監督に就任し、リーガ・エスパニョラ優勝に導いた。2008から09シーズンは、主力の故障が相次いだこともあり、首位バルセロナから勝ち点差9の5位という不振に陥り、2008年12月9日、成績不振を理由に解任された。2010年6月10日、 トルコのベシュクタシュ JK の監督就任が決まった。契約期間は2年。2011年3月15日、成績不振を理由に監督を辞任した。2013年6月14日、マラガシイエフ監督に就任決定。2018年3月19日、大連一方足玉クラブの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。